百州武道具店の動画。今日はとても大事な話をします。私の後に続いて皆さん大きな声で繰り返してください。じゃあ早速行くよ。流した汗は報われる。はい、流した汗は報われる。楽しい仕事は楽じゃない。はい、楽しい仕事は楽じゃない。見栄を張ると肩が凝る。はい、見栄を張ると肩が凝る。平和な家庭はよく喋る。はい、平和な家庭はよく喋る。生きるが勝ちだよ大丈夫。はい、生きるが勝ちだよ大丈夫。恋愛ばかりじゃ不安です。はい、指輪は時々首輪になる。はい、こんにちは、百州ブログでのぐです。うおー、やってますか。もう今日はですね、間合いの話やりましょう。相手との間合いの話、これが分かると剣道がもう本当に見違えるように上達します。でとても難しい話なんだけど、もう小学生にも分かるようにできるだけ噛み砕いてお話しますんで、今日も見てください。今回の間合いのビデオは2本立てです。1本目のビデオ、このビデオの中では間合いとは何か、間合いっていうのはどうやって測るのか、そして間合いの中で一番大切な一足一刀という間合いの話をします。次の2本目のビデオではその他の間合い、遠間、近間、それぞれの時には何をしないといけないのか、そしてその他間合いの、細かいお話をします。ぜひよかったらですね、稽古の直前に見てください。ぜひ一回見て終わりにしないで、もう一回見てみてください。間合いが分かれば剣道が変わりますから。じゃあまず最初に、間合いって何かっていうと、間合いっていうのはこう構え合った時にね、この相手と自分との距離の話、自分相手距離の話、これが近いのか遠いのかちょうどいいのかで、そういう話になります。旗から見てると横から見てるとよくわかるんです。もうなんであそこまで入ってまた打たんのとか、もう届くよもう打てとか、そんなとこから打っても届かんよとか、旗から見てるとよくわかる。これでもやってる本人はわかんない。なぜか横から見る分にはこう横で見てるんだけど、やってる本人はこうなのよ、縦なのよ。縦だからいまいち感覚がつかみにくい。これがまず間合いが自分でわかりにくい原因なんです。そして相手との距離、間合いっていうのはね、お互い構えたこの竹刀がよ、この竹刀がどこまで行って交わってるかっていうので見てやります。ここら辺まだ交わってない、これなんか遠いなとかさ、ここまで入ったらなんか近いな、どこで交わってるのかな。だからよく初心者が竹刀をこうグーってわしづかみに持って、お互いこんな構え、上向いちゃってる構え、上向いちゃってる構え、これ先生怒るでしょ。竹刀下げろ下げろって言うでしょ。これは下げないと間合いが測れないんですよ。だから間合いが分かってないことになるから先生怒るわけ。それで後から説明するけど、剣道ではこの相手との間合いがとても大事になってくるんだよね。そしてその間合いっていうのは3つあると覚えてください。こう構えた時にね、遠い間合い、お互いめちゃくちゃ遠い、遠い間合いで、次がお互いめちゃくちゃ近い、近い間合い、そして最後がちょうどいい間合い。三つ覚えた？遠い間合い、近い間合い、ちょうどいい間合い。まずこう三つあるんだって覚えてください。それでもしみんながね、これから上手になりたいんだったら、稽古の時よ、普段の稽古の時に自分が今僕が言った間合いの三つの間合いのうちのどれに今いるのかなっていうことを考えてほしいんです。今遠くの間合いにいるのかな？今近くの間合いにいるのかな？今ちょうどいい間合いにいるのかな。この3つを意識するだけで変わってきます。じゃあ早速だけど間合いクイズ。今どこ？近間。今どこ？遠間。今どこ？近間。今どこ？ちょうどいい間。今どこ？遠間。今どこ？近間。今どこ？遠間。今どこ？ちょうどいい間。というふうに今ね、その3つの間合い、遠間、ちょうどいい間、近間のどこに自分がいるのかを意識するだけで、試合運びや地稽古がめちゃくちゃ上手になります。本当だからね、これは。なんで間合いを意識すると剣道が上手になるかっていうと、例えば遠間の時には遠間の時でやることっていうのがもう決まってるんですよ。同じように近間の時には近間の時でやることとか注意することが決まってるわけで、ちょうどいい間の時も同じ、もうね、その間合いによってやるべきことっていうのが変わってくるんですよ。だから間合いを意識しないと上手にならないんですよね。
それで3つの間合いの、まあ、細かい説明に入る前に一つだけ秘密があって、この間合いっていうのは昔から言われてることがあってね、自分からは近く、相手からは遠くなるように間合いを取りなさいって言われてるわけ。これ考えてみればほんと不思議な話なんだけど、お互い構えてるわけじゃない。だから、お互いの距離って一緒なんだよね。一緒のはず。だけど、自分からは近く、すぐ打てるように構えて、相手からは遠くなるように、打てないように構えなさいって言ってるわけ。これいろんなやり方、原因、理由、方法あるらしいんだけど、一つにはよ。一つはやっぱりね、姿勢なんですよ。姿勢。これを、姿勢が悪いと、こう構えて頭下がってるんでしょ。そしたら、相手から面が近いからすぐ打たれちゃうわけ。だからこう姿勢をまっすぐ首に襟をつけて頭を遠くに引いておくと相手から遠く感じるよね。自分からは近く、相手からは遠く構えましょう。まずは姿勢を正しく構えた上で間合いの練習しましょうねと。じゃあ早速3つの間合いの説明したいんだけど、1番目、いきなり一番大事なやついきます。その一番大事な間っていうのは、ちょうどいい間、すなわち、一足一刀の間って言います。一足一刀の間。そしてどこが一足一刀なのかっていうのを知りたいんだけど、そもそも一足一刀っていう意味は、一歩踏み出せば当たりますっていうところが一足一刀。一足一刀の距離なんです。もう一回言うよ。一足一刀の意味は、そもそも一歩踏み込めば当たります。そこが一足一刀なわけ。ってことは、体の大きい人もいれば小さい人もいます。ジャンプ力がある人もいればジャンプ力がない人もいます。力の強い人、弱い人いっぱいいます。それぞれみんな一歩踏み込めば当たる位置って違うよね。大きい一歩もあれば小さい一歩もあります。だから、一足一刀一刀の距離っていうのは人によってみんな違うんです。でもね、それを最初に言っちゃうと分かんなくなるのよ、特に初心者は。だからうやむやになっちゃうんですよね。ある程度決まってるんで、今日のビデオの中でははっきりさせてください。一足一刀の間合いっていうのは、お互いの竹刀が交わるところが一般的に10センチから15センチずつ交わったところ。ここが一足一刀って言われてます。こういう竹刀で言うとね、10センチから15センチ。この辺か。12.5 センチいこうか。じゃあ 12.5 センチ、12.5 センチ、こっち向いてますね。一足一刀がどのぐらいっていうとこ見てね。はい、ここだね。12.5 センチ。こことここ。見えた？こことここが交わったところが一般に一足一刀の間合いって言われてるところなんです。ここじゃないです。人によって違うかもしんないけど、もうここまで入ったらもう一足一刀なんです。意外と先の方、意外と遠いよね。そしてこの一足一刀の間合いが一番大事だって言ったのは、この一足一刀の時っていうのは、一歩踏み込めば当たるからなんですよ。こっちが一歩踏み込めば当たるから。っていうことは、相手から見てもそうでしょ？相手から見ても、一歩踏み込めば当たっちゃうわけ。もうこの攻め合いの中で、一足一刀に入ったとしたら、ここからはもう完全に集中しとかないと、もう気を抜いてる暇なんてないっていう間合いなんですよね。ここへ来て、まだ、いやーとか、ほにーとかやってる暇なんてないから、一足一刀来たらもう真剣勝負の間合い。ここまで大丈夫？ここまでついてきてる？大丈夫？そしたらもう少しだけちょっと突っ込んで話させてくださいね。この一足一刀っていうのは、相手から見ても相手が一歩入れば当たっちゃう。こういう距離だよって話しました。こっちからしてみると、その場でいたら相手が一歩入れば当たっちゃうわけ。ってことはこっちは一歩下がれば当たんない距離なんだよね。わかる？大丈夫？ついてきてる？ということは一足一刀っていうのは、こっちが一歩入れば当たる距離だし、こっちが一歩下がればかわせる距離なわけ。だから大事なのよ。じゃあ今日の一足一刀の間のまとめです。一足一刀の間っていうのは三つの間の中で一番大事です。なぜならば、一足一刀の間っていうのは一歩入れば当たる距離だからです。そして、一歩下がれば相手の攻撃をかわせる。一歩入れば当たるし、一歩下がればかわせる。そういう一番美味しい間ですね。そして、一足一刀の間っていうのは、体の大きい小さい年齢とか、ジャンプ力によって一人一人違います。一歩入れば届く距離っていう、その一歩の距離がみんな違うからです。なんですが、一足一刀、大体言われてるのは、竹刀の剣先から10センチ15センチ入ったところ、ここを交わったところで覚えておくと、まずはやりやすいかと思います。というわけで1本目のビデオはここまでです。次回、ぜひ2本目見てください。次は、
遠間と近間やります。そして試合の時の間合いの運び方やっていきますので楽しみにしてください。ではまたお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。